ね、はい、試合中それほど表情を崩すことはないんですけれども、まあ、会心の当たりだったんでしょうね。笑顔がこぼれていたそうですよ。そうですか。まあ、その高橋自身も手応えの一発というところでしょう。高橋のホームラン、先ほど4回の裏に出ましてリードを広げましたジャイアンツです。高橋対ボイヤーです。148キロ。この高橋も調子を上げてきています。8月は4割を超える、ご覧の4割1分5厘とホームランも3本に伸ばしてきています。今シーズンは開幕をして横浜スタジアムでふくらはぎを痛めました。長い間離脱が続いていました高橋ですが、この勝負の夏場以降再びジャイアンツの主軸としてこの5番に座っています。変化球、西岡の脇を抜けていった。高橋由伸、今度はヒットの出塁、ワンアウトランナー一塁です。変わったボイヤーから飛びついていった西岡の脇を抜けるヒット。まあ、でも本当に状態がいいんでしょうね。まっすぐのタイミングで待ってて、はい、その先ほどの打席で